さあ、恐怖の爆殺シューター破壊王橋本真也が気合いもろともに入場してまいります。行けよ、頑張れ。シングルマッチ30分一本勝負を行います。青コーナーエディットレスラー、頑張れ頑張れ。赤コーナーエディットレスラー、頑張れ。レフリー田山雅夫、頑張れ。さあ、運命の鐘が鳴った。実況席には桃田さんをお呼びしています。さあ、両選手の眼差しご覧になってどうですか？そうですね、この舞台でね、プレッシャーをどうエネルギーに変えていくか、そのあたりが重要だと思うんですけどね。なるほど、すごいプレッシャーをひしひしと感じますからね。コーナーに振って、あと逆さ釣りにしてまいります。蹴ってまいります。キックを打っていきます。フロントからのキック、腕を取ります。逆に腕を取ります。腕攻めに転じます。腕をフックします。ストマックに突き刺さります。キック攻撃を見舞います。腕を捉えます。エルボー、蹴りを見舞ってまいります。乾いた音が館内に響きます。まあ、レスラーは常に怪我との戦いだと思うんですけど、プロとして怪我というのは失格ですよね。要するにファンの期待を裏切ることになりますからね。そうですね、確かに怪我というのはしょうがない部分ですけど、プロのレスラーですからね。その通りですね。組み合います。コーナーに振った。カウンターで切り返してまいります。館内もどよめいてますね。そうですね、こういった技は見た目以上に重いですからね。そうですよね。させません。組みに行きます。ロープに飛ばした。ドロップキック、肘を打ち込んでまいります。対角線に飛ばした。あと逆さ釣りにしてまいります。キックを打っていきます。膝を殺してまいります。重いチョップであります。フライングメイヤー、引き起こします。
エルボーで返します。ブレンバスターに取ります。いやブレンバスター、ストンピング蹴りつけてまいります。行くのか、場外に落とします。今高さがありましたからね、引いてますよ。見ていてかっこいいですね。足に照準を絞るのでありましょうか。チョップがうなってまいります。抱えます。あっと後ろに投げてまいります。腰を落とします。小脇に抱えます。リング内に戻ります。ロックアップ、リング下に落とします。リング下に降ります。ヘッドを打ってまいります。腕を取ります。あと返します。掴んだ、キックで返します。腕を捉えます。アームロックの体勢、打ち込んでまいります。あと逆に切り返した、リング内に戻ります。組みに行きます。リング下に落とします。ランニングしたのエルボー、スタンディングを取らせます。バックを取ります。スリーパーに捉えます。起こします。バックに回ります。リングっていうのはね、倒れた時にものすごい音がしますけど、真ん中あたりが支えの鉄柱が入ってるんで一番効くんですよね。ああ、そこが一番硬い部分なわけですね。気合を入れた、リングに戻ります。いけるか、倒していった、引き起こす、おっと外した。ああ、気持ちだけで打ってますよね。はい、キック強烈、ストンピングを叩き込む。ここが踏ん張るとこですね。そうですね、ここからは精神力の勝負ですよ。バックに回った、ジャーマン起き上がってもう一回バッテンカー、ロープに逃れました。腕を取った、あっと返した、エルボー強烈、腕をフックした。今危なかったですね。そうですね、危なかったですね。組み合った、あと逆に返した、バックを取って外した、掴んだ、あと逆にキック、小脇に抱えた、エルボーを入れていく、ガチッと組み合った、ロープに振ってドロップキックが突き刺さる、強烈に締め上げる、バックを取って膝を大きく打ちつけてチキンウィングで固めていく、頭を掴んでジャブが顔面を捉える、ストンピング強烈、背後からキャメルクラッチに移行する、キック、首根っこを掴んだ、キックをコンビネーションで打っていく、立たせていく、小脇に抱えた、エルボーで返す、腰に手を回した、あっと急所、チョップ強烈、あっと切り返した、
脇固めに持っていった。腕を取った。あっと、逆に脇固めで切り返す。15分経過、15ミニッツパス。いけるか。ローリングクレイドルに持っていきます。ロープブレイク、あっと、練りちゃいか。ラリアット行くのか。あっと、キック、起こした。膝を突き上げていった。剛腕がうなるのか。腰に手を回した。逆にバックに回った。背後を取り返す。ジャーマンスープレックスホールド。カウント3。足を踏み入れる。その時、お友達の胸には何が巨大するのでありましょうか。頑張れー、頑張れー。シングルマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー頑張れー、エディットレスラー頑張れー、頑張れー、頑張れー。赤コーナー頑張れー、エディットレスラー頑張れー。頑張れ。レフリー田山正夫。頑張れ。沈黙の中にハイトーンの鐘の音が響き渡ってまいりました。さあ、放送席は桃田さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ、両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠じゃないでしょうか。となりますと、いい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。逆に振り返して、ガードします。バックに回ります。いや、序盤戦から目が離せない展開ですね。そうですね、どっちが優勢とかじゃなくて、お互いに意地がありますからね。
フライングメイヤーで倒します。掴んだ、エルボーを落としてまいります。腕を回します。ブレンバスター、組み合います。まあレスラーは常に怪我との戦いだと思うんですけど、プロとして怪我というのは失格ですよね。要するにファンの期待を裏切ることになりますからね。そうですね、確かに怪我というのはしょうがない部分ですけど、プロのレスラーですからね。その通りですね。投げてまいります。チキンウィングに固めてまいります。ロープブレイクです。行くのか、ロープに振った。こうやって倒れることが弱く見られることもあるんですが、これは要するに衝撃を受け流しているわけですからね。ああ、受け身を取っているというわけですね。そうですね。蹴りを見舞ってまいります。抱えます。ストマックを狙ってまいります。掴みます。打ってまいります。ブロックします。ネックブリーカードロップ、このポーズです。走り込んでのエルボー、足を殺してまいります。乾いた音が館内に響きます。逆に振り返した、バックからスリーパーに入ります。ロープブレイク、腕を取ります。腕攻めに転じます。こういう技なんですが、次の日ミミズ腹になるんですよね。そうですね、でもレスラーは逃げることを許されませんからね。ああ、ブレンバスターに取ります。脳天砕きブレンバスター、エルボーを入れていきます。ロックアップ、コーナーに振った。ランニングしたらエルボー、起こします。腕を捉えます。逆に腕を取ります。逆に切り返します。返してまいります。腕を捉えます。あと返します。バックドロップの体勢、えげつないニークラッシャー、ストンピングを叩き込んでまいります。カイナ力で締め上げてまいります。蹴ってまいります。組みに行きます。コーナーに振って、ランニングしたらエルボー、引き起こします。腰を落とします。肘を打ち込んでまいります。エルボー、腕を取ります。腕に照準を絞るのでありましょうか。コーナーに登る、高々と抱え上げてそのまま真下に落とす。急降下にトラップ、もう気持ちだけで打ってますよね。はい、逆に振り返した、王が入る。一気に両立するのか、すごい音がした。フロントキック、チョップ強烈、組み合った、ネックブリーカーで叩きつける、抱き起こす、王が入った、バックを取ってスリーパー、落とすのか、10分経過、10 minutes pass. 蹴っていった、ミミズバレになる逆襲兵、腕を取った、あっと返した、いけるか、そのまま締め上げる、ハンマーを落としていく、足を狙っていった。さあがっちり決まった、これはちょっと苦しいですね。蹴り上げていく、ガジェット組み合った、
強烈に締め上げる。ハンマーパンチ強烈。あと脇固めに取った。いけるか。ネックブリーカー落としていった。トップロープを狙う。ブレンバスター行くのか。キック、エルボー強烈。すごい形相で締め上げていく。ストンピングを叩き込む。しがじめがガッチリと入った。エルボーを入れていく。抱えた。フロントキック掴んだ。エルボーを打ち込む。腕を取った。あと逆に返した。ドロップキック、キック、首根っこを掴んだ。あっとエルボー、エルボー、スリーパーホールド。すごい顔で打つ。重い逆水平だ。引き起こす。ジャーマン、ここでロープブレイク。逆水平、ネックロックで強烈に蹴り止めを締め上げる。15分経過。15 minutes passed。あっとドロップキック、エルボーを打ち込む。しがじめで頸動脈を絞り上げる。蹴っていった。組み合った。バックドロップで切り返した。見栄を切った。勝負どころですよ。はい、対角線に飛ばした。させません。体を預ける。トゥーカウント。ガジェット組み合った。ロープに飛ばした。ビクトル式に持っていった。ロープに逃れました。頭を掴んでエルボー速射砲。腕を回した。ミッシャーマンバスターに持っていった。20分経過。さあどちらがクライマックスの主役になるのか。まさに感動シンドロームであります。あっと逆に捉えた。あっとエルボー。あっと切り返した。しがじめ、あっと、ここでギブアップ。
ス1が3にも4にもなる高タッグ。今日もあうんの呼吸を見せつけていくのでありましょうか。されました。今2つの魂が1つになってまいります。頑張れ！タッグマッチ45分一本勝負を行います。青コーナーガンガン行け！エディットレスラー！頑張れ！エディットレスラー！頑張れ！頑張れ！赤コーナーエディットレスラー！レフリー田山正雄、頑張れ！澄み切った音色が打ち鳴らされてまいりました。実況席には桃田さんをお呼びしています。さあ両選手の眼差しご覧になってどうですか？そうですね、この舞台でねプレッシャーをどうエネルギーに変えていくか、そのあたりが重要だと思うんですけどね。なるほど、すごいプレッシャーをひしひしと感じますからね。ブレンバスターに取ります。ストマックへの攻撃であります。ロックアップ、ロープに振ってショルダースルー、ストンピング、蹴りつけてまいります。組み合います。逆に倒します。スタンディングを取らせます。逆にバックに回った、えげつないニークラッシャー、ソバットを放ちます。行くのか、コーナーに振った、重いチョップであります。ここでタッチです。腕を回します。簡単にはいきません。腕をフックします。ブレンバスターで繰り返します。チョップが埋まってまいります。こういう打撃系の技はね、そりゃガードした方が楽なんですよ。だけどレスラーっていうのはあえて相手の技を受けるぐらいの懐の深さがないとダメなんですよ。そうですよね、そこがレスラーの凄みですよね。そうですね、抱えます。強烈に打ち込みます。キックを打っていきます。ロープに振った、走り込んでのエルボー、ラフ殺法に転じます。腰を落とします。ハンマーを打ち込んでいきます。このあたり一気にスパークしてまいりました。そうですね、気持ちが乗ってますよ。素晴らしい気迫ですね。対角線に飛ばした、
館内も盛り上がります。ストンピングです。蹴ってまいります。鋭いキックです。ハイキック起こしてまいります。スイッチしてまいります。フロントからのキック、蹴りをぶち込みます。合体のブレンバスター。足を取ります。テイクダウン。全体重を落としてまいります。汗がミストとなって飛び散ります。掴んだ。ストマックを狙ってまいります。ドロップキックを見舞ってまいります。足を殺してまいります。足に照準を絞るのでありましょうか。ロープブレイク組みに行きます。ロープに飛ばした。あっと叩きつけてまいります。ここでタッチです。気合を入れてまいります。行くのか。コーナーに振ってランニングしたらエルボー。スイッチしてまいります。高周波数の音が館内に響きます。ロープに振った。さあ粘着質激しい、このサンミッションいかがですか。そうですね、スタミナを奪うのはいいんじゃないですか。これでギブアップを狙うのは難しいんじゃないですかね。あ、そうですか。腰を落とします。そのまま全体重を浴びせます。ストンピングを叩き込んでまいります。抱えます。蹴りを見舞ってまいります。抱えます。オリンピック予選戦首から入った。ストンピングを叩き込む。ここでタッチだ。攻めてる方ももうかなりきついと思いますね。はい、強烈に締め上げる。岩壁の母の胸に抱かれました。一気にスパークするのか。ミミズ腹になる逆水兵。そばっと鋭い、すごい音がした。放っていくのか。ミサイルキックが発射された。一気に行くのか。コーナーに振った。あっとエルボー。抱き起こす。抱えた。うまく切り返した。肩が上がります。エルボーを打ち込む。すごい形相で締め上げていく。グラウンドの締めに転じる。いけるか。ボディスラムで叩きつけた。エルボードロップ強烈。エルボー強烈。首がために持っていく。技の仕掛けが早いですね。勝負にいってますね。逆にロープに振った。
顔面蹴り上げる。エルボー、バックに回ってスリーパー。15分経過、15ミニッツパース。ここでスイッチ、引き起こす、エルボーで切り返す。ガチッと組み合った、対角線に飛ばした。バックドロップ、岩石砕け散る。足を殺していった。いけるか、そのまま締め上げる、ハンマー気味のパンチ。膝を壊しにいった、逆肩エブで一気に決めていった。このポーズ、ポイントになりそうですね。そうですね、ここはチャンスですよ。組み合った、逆に返した、握った、起こした、小股に挟んだ、リバースで切り返した。強烈逆肩エビが食べ、ここでロープブレイク、引っこ抜きか。今危険な角度でしたよ。脳天粉砕か。そのまま体が食べ、もうこれは闘争本能ですね。もう記憶は飛んじゃってると思いますよ。すごい顔で打つ、キック、いけるか。あっと、ボバに持っていった。カウント 2.89。 蹴り上げていく、あ
25分経過。25 minutes pass。 張り手張った。あっと、ヘビ固めで丸めていく。カウント2つ、惜しい。掴んだ。ジャンピングフェイキック。抱き起こす。バックを取って、ジャーマン。カウント2.98。バット、キャッチした。後頭部エンジン。立たせていく、小脇に抱えた。バックトラップ。引き起こす。ここでタッチだ。カバーした。カウント展開されております。さあ、今2つの巨星が相まみえようとしております。入場してまいります。ガンガン行け！頑張れ！シングルマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー、エディットレスラー、頑張れ！頑張れ！ガンガン行け！赤コーナー、エディットレスラー、レフリー田山雅。頑張れ！さあ、運命の鐘が鳴った。さあ、放送席は桃田さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか？まあ、両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠じゃないでしょうか。となりますと、いい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。ハンマーを振りかざします。ロックアップ、ロープに振った。
スリーパーホールドに入ります。いや、序盤戦から目が離せない展開ですね。そうですね、どっちが優勢とかじゃなくてお互いに意地がありますからね。エルボー組みに行きます。ロープに飛ばした。ランニングしたエルボー、コーナーに登る。ここは戻ります。あっと、エルボー、そのまま倒してまいります。リング上激しい戦いですが、まあ、レスラーっていうのは本当によく練習を行います。そうですよね、まあレスラーっていうのは練習することが仕事みたいなもんですから、当然なんですけど、練習するっていうことは要は自分の体を守るっていうわけですからね。ああ、確かにそうなりますよね。対角線に飛ばした。走り込んだのエルボー、ストンピング、蹴りつけてまいります。行くのか、ロープに振って。派手さには欠けるものの、その基本に忠実な試合運びには定評があります。ファンの信頼も厚い、この男のレスリングというものは、まさにプロレスの教科書といったところでありましょうか。ロープに振って、スリーパーに捉えます。ロープブレイクです。膝へのキックです。足を抱えます。エンジン蹴り、王が入る。掴んだ。逆に投げてまいります。組み合います。返してまいります。肘を打ち込んでまいります。このあたり一発一発が重いですね。そうですね、これはダメージがあると思いますよ。ロックアップ、コーナーに振って、汗がミストとなって飛び散ります。行くのか、グラウンドでのヘッドロックであります。ロープブレイク、掴みます。エルボーを入れていきます。組みに行きます。リング上はヘッドロックの体勢。肘を打ち込んでまいります。おなじみのポーズです。足を殺してまいります。腕をフックします。ブレンバスターで切り返します。カイナ力で締め上げてまいります。組み合います。ロープに振った、ショルダースルーで投げてまいります。バックに回ります。今のスープレックスなんですが、いかがでしょう。いや、ちゃんとへそで投げてますよね。スープレックスはおへそに乗っけるように投げないとダメなんですよ。ああ、そうしますと今のスープレックスは合格ですか。そうですね。フロントキック、もう放送席まで痛みが伝わってまいります。あのね、これは相当きついはずですよ。腕を回した、ストバックに突き刺さった、小脇に抱えた、バックドロップ、岩石砕け散る。ストンピング、トップロープを奪う。トップロープからのエルボー、カウント3つは奪えない。掴んだ、あっと逆に蹴っていった、足を取った。ここが攻め時ですね。相手がダメージありますからね、一気に行きたいですね。組み合った、そのまま締め上げる、ニーリフト強烈。さあ、これは逃れることができるのか。これは決まってますよ。いけるか、強烈に締め上げる。キック、ものすごい。10分経過、10 minutes past。 逆肩エビで一気に決めていった。キック、エクスプロイダーの体勢。マット逆に投げていった、放っていくのか。リングに戻ります。強烈なキック、腕をフックした、ブレインバスターで投げつける。
雄たけびを上げた。立たせていく。コーナーに登って、コーナー最上段からドロップキック、抱き起こす。バックに回っ、乗ってった。ジャーマブリッジする。コメントお願いします。両選手の頑張りに。そうですね、ここからどっちが技を畳みかけるかですね。垂直落下プレーンバースター。トップロープを狙う。エルボーダイビング、カウント 2.89。 エクスプロイダーいけるか。エルボーで切り返す。腰に手を回した。バックを取って、バックドロップ。起こした。ラリアット投げ倒し。足を打ちつけていった。引き起こす。小脇に抱えた。バーク、ドロップ。足を殺していった。ストンピングを叩き込む。カウント3つ、カウント3つ入りました。この男、入場してまいります。ガンガン行け！行けよ！シングルマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー頑張れ！エディットレスラー頑張れ！頑張れ！ガンガン行け！赤コーナー頑張れ！エディットレスラー田山雅夫頑張れ。澄み切った音色が打ち鳴らされてまいりました。さあ放送席は桃田さんにおいでいただきました。
両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか？まあ、両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠じゃないでしょうか。となりますと、いい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。あっと、エルボー掴んだ。エルボーロックアップ、ロープに振った、ランニングしたらエルボー。ここまでまだ始まったばかりなんですが、序盤戦を見ていかがでしょうか。まだ流れはどっちのものとも言えないですね。ああ、そうですか。肘を打ち込んでまいります。エルボーを入れていきます。抱えます。エルボー掴みます。ハンマーを打ち込んでいきます。組みに行きます。コーナーに振った。プロとして戦っているとね、どこかしら必ず悪いところが出るんですよ。首、腰、膝、上げ出したらキリがないですけど、でも泣き言は言ってられないですからね。ああ、そうですよね。ロープに振ってショルダータックル、ラフサッポーに転じます。フロントからのキック、あっとエルボー、蹴りを見舞ってまいります。このあたり引き出しの多さというんですか、何か奥が深いですよね。そうですね、技のつなぎはうまいですね。的確ですよ。キック攻撃を見舞います。組み合います。逆に振り返した、そのまま後ろに投げてまいります。掴んだ、あっと叩きつけてまいります。ストンピング、蹴りつけてまいります。キックを打っていきます。行くのか、倒してまいります。ストンピングです。組みに行きます。対角線に飛ばした、走り込んでのエルボー、ストンピングを叩き込んでまいります。掴みます。肘を打ち込んでまいります。腕を回します。脳天砕きブレンバスター、ボールに入ります。カウント2つで返してまいります。ロックアップ、ロープに飛ばした、あっと飛び膝蹴り、ストンピング、蹴りつけてまいります。打ち込んでまいります。フロントに捉えます。ベアハッグで締め上げていきます。ロープにブレイクしました。このあたり一発一発が重いですね。そうですね、これはダメージがあると思いますよ。抱えます。シュミット式で落としていった、ストン、あっと踏みつけていく、頭を掴んで、もうこれは無酸素状態でやってますよ。はい、まさにレスリングハイですね。ジャンピングにフィニッシュに持ち込むのか、場外に移行した、小脇に抱えた、エルボーで切り返す、組み合った、あっと投げていった、足を抱えた、あっと逆にパンチ、抱えた、させません。ブレンバスター行くのか、打たせない、リングに戻ります。リングに戻ります。ガチッと組み合った、逆に振り返してドロップキック、いけるか、あっと逆に投げていった、一気に料理するのか、金的攻撃、立たせていく、腕をフックした、あっとフロントスープレックス、ここで持っていくのか、足を殺していった、ミミズ腹になる逆襲、10分経過、10ミニッツパース、首
びれっこをつかんだ。厳しい攻めを見せる。あっとジャンピングに。引き起こす。フロントに捉えた。あっと返した。フロントキック、組み合った、締め上げていった。フロントに捉えた。フロントからのスープレックス、決めに行くのか。全体重で踏みつけていった。全体重で踏みつけていった。ここで持っていくのか。あっとジャンピングに足を打ちつけていった。足を狙っていった。さあ渾身の力で締め上げる。これは完全に入ってますよ。腕をフックした。ブレインバスターで叩きつける。トップロープを狙う。リングに戻ります。掴んだ。エルボーを打ち込む。抱えた。ストバックのあたり、いけるか。ロープに振って、あっとそのまま後ろに投げていった。あっと後頭部、足を打ちつけていった。ガジェット組み合った。対角線に飛ばした。ストッピング、放っていくのか。急降下にトラップ、ストンピングを叩き込む。強烈逆肩エビ固め、ガタメ掴んだ。エルボー速射砲、キック、逆水平、組み合った。あっと倒していった。抱き起こす。15分経過。15 minutes pass。ジャンピングに。このポーズ。アースクエイクトラップ。マグニチュード8.9。カウント3つ。カウント3つ入りました。ユニットが結成されました。その姿を今表します。星に巻かれるベルトとともに、今2つの魂を1つにしてチャンピオンチームが入ってまいりました。
ガンガン行け行け。本日のメインイベント世界タッグ選手権試合60分日本勝負を行います。青コーナーチャレンジャーチーム、エディットレスラン、頑張れ頑張れ、エディットレスラン、頑張れ頑張れ。赤コーナーチャンピオンチーム、エディットレスラン、頑張れ。エディットレスラン、頑張れ頑張れ。レフリー穂永のりお、ガンガン行け。さあ運命の鐘が鳴った。さあ放送席、解説は桃田さんにお越しいただいております。一言両者を見ていただいて感想をお願いいたします。そうですね、両選手とも肌ツヤがいいですね。いい練習してきたんじゃないですか。ああそうですか。掴みます、エルボーを入れていきます、肘を打ち込んでまいります、ロックアップ、ロープに振った、ドロップキックであります。乾いた音が館内に響きます。脳天砕きブレンバスター、小脇に抱えます、ハンマーを振りかざします、組みに行きます、フライングメイヤー、絞り上げてまいります、ロープブレイク、スイッチしてまいります、気合を入れてまいります、あります、掴んだ、エルボー、キックを打っていきます、パンチで返します、組み合います、返してまいります、エルボードロップ落としてまいります、蹴ってまいります、足を取ります、させません。行くのか、サイドからヘッドロックの体勢に移行します。あっとエルボー、フロントからのキック、バックを取ります、スリーパーホールドに入ります、ロープブレイクです、重いチョップであります、グーパンチです、組みに行きます、あっと返します、ストンピングを叩き込んでまいります、足を抱えます、ラリアット、エルボードロップ、ロックアップ、こういう攻め方はうまいですよね。今はこういう攻め方をできる人はあんまりいないですからね。あー何かレトロな、それでいて新鮮なリング上って感じですね。そうですね、行くのか、ロープに飛ばした、ドロップキック、組み合います、ボディースラムで投げてまいります、ここでタッチです、雄たけびを上げます、ロックアップ、逆に投げてまいります、バックドロップの体勢、えげつないニークラッシャー、ロープにブレイクしました、組みに行きます、逆に振り返してパンチで返します、このあたり一気にスパークしてまいりました。そうですね、気持ちが乗ってますよ、素晴らしい気迫ですね。バックからスリーパーに入ります、ロープに逃れました、させません、
抱えます。ブレンバスター、このポーズです。行くのか、グラウンドに持っていきます。蹴りを見舞ってまいります。こういう技なんですが、次の日ミミズ腹になるんですよね。そうですね。でもレスラーは逃げることを許されませんからね。ああ、ナックルを打ち込んでまいります。あっと、エルボー。あっと、そのまま倒します。掴みます。エルボーを入れていきます。フロントからのキック打ち込んでまいります。コーナーに振った。いやらしい攻めを見せてまいります。このポーズです。組み合います。倒してまいります。逆エビ固めに移行してまいります。腕をフックします。10分経過、リバースで返します。10ミリットパース。キックを打っていきます。行くのか、ヘッドロックで締め上げてまいります。ここでタッチです。気合を入れてまいります。張ってまいります。ブレンバスターに取ります。ブレンバスターでぶん投げます。重い逆水平だ。抱き起こす。アルゼンチンで担ぎ上げた。ここでロープブレイク。キック。抱えた。打たせない。いけるか。コブラが締め上げていく。足を取った。あっと、エンジン切り。引き起こす。打ち込んでいく。蹴り上げていく。ストンピングを叩き込む。蹴っていった。一気にスパークするのか。組み合った。コーナーに振った。チョップとグーが襲いかかる。ストンピング強烈。立たせていく。サイドを取った。エルボーで切り返す。攻めてる方ももうかなりきついと思いますね。はい。チョップは速射砲攻撃。コーナーに登って、15ミニッツパース。急降下、膝バックだ。そのまま体固め。ロープに逃れた。ガチッと組み合った。正面から投げを見舞った。起こした。エルボー。肉体を躍動させる。絞り上げる強烈。ロープブレイク。ガチッと組み合った。ロープに振って、そのまま叩きつけていった。放っていくのか。リングに戻ります。
フィニッシュになるか。カウント2、返しました。ロープに逃れました。組み合った、巻き投げで切り返した。ストンピング、掴んだ、あっとエルボー、頭を掴んで容赦のない攻めだ。ここでスイッチ、首根っこを掴んだ、エルボーを打ち込む、エルボーを入れていく。今クリーンヒットしましたね。はい、グロッキー状態か。おたけびを上げた。張り手フロントキック、蹴っていった、頭を掴んでエルボーを打ち込む。いけるか、あっと返した。ストンピング、引き起こす、キック、バックに回った、スレーパーで頸動脈を締め付ける。いけるか、ロープに振った、熱すぎる。やった、ストンピング強烈。弱いたかい、俺の力。
んだ。スピニングエルボー、一気にスパークするのか。そのまま固めた。回転地獄五輪スペシャル。ロープブレイク、ロープブレイク。トップロープを奪う。リングに戻ります。腕を回した。あと耐えた。蹴り上げていく。組み合った。そのまま締め上げる。ハンマーを振りかざす。ここでタッチだ。エルボー。場外に移行した。小脇に抱えた。バックドロップ、後頭部を痛打。あっと地獄突き。あっと喉仏を狙った。キック、足を打ちつけていった。金的攻撃。リングに戻ります。フィニッシュに持ち込むのか。掴んだ。ラフに転じる。ここでロープブレイク。掴んだ。エルボーの連打。エルボーを入れていく。体を預ける。ロープブレイク、ロープブレイク。起こした。いけるか。巻き投げで切り返した。あと逆に切り返した。組み合った。巻き投げで切り返した。抱き起こす。バックを取って、ジャーマン。綺麗な人間鏡。カウント 2.9。 そうは簡単にはいかせません。あと逆に投げていった。一気に両立するのか。ガジェット組み合った。コーナーに振って、厳しい攻めを見せる。引き起こす。バックを取って、ジャーマン。ここからは大技を 2,3 発持っていきたいですよね。頭を掴んで、あっとストマックのあたり。トップロープを狙う。
今二つの巨星が相まみえようとしております。入場してまいります。の証でありますこのベルトを腰に、今チャンピオンが入ってまいりました。行けよ。世界ジュニアヘビー級選手権試合、60分一本勝負を行います。頑張れ。青コーナーチャレンジャー、エディットレスラー、頑張れ。赤コーナーチャンピオン、頑張れ。エディットレスラー、頑張れ。レフリー田山正夫、頑張れ。ゴングが打ち鳴らされてまいりました。さあ桃田さん、見どころ満載の今日の一戦なんですが、どのあたりに注目されますか？そうですね、この試合お互いに負けるわけにいかないですからね、そのあたり注目じゃないかと思いますよ。なるほど、まさに意地と意地の戦いといった感じですね。そうですね、倒してまいります。フロントからのキック、組みに行きます。ロープに振った、ショルダースー、足を狙ってまいります。蹴ってまいります。組み合います。逆に振り返して、ショルダータックルで倒します。ロックアップ、ロープに飛ばした、全身でぶちかましてまいります。キックを打っていきます。蹴りを見舞ってまいります。フロントからのキック、抱えます。ストマックへの攻撃であります。掴みます。あっとエルボー、掴んだ、逆にバックに回った。ドクジャがあばらを締め上げてまいります。ロープにブレイクしました。ブレンバスターに取ります。蹴りを見舞ってまいります。行くのか、ロープに振って、派手さには欠けるものの、その基本に忠実な試合運びには定評があります。ファンの信頼も厚い、この男のレスリングというものはまさにプロレスの教科書といったところでありましょうか。雄たけびを上げます。掴んだ、エルボーを入れていきます。掴みます。ハンマーを振りかざします。行くのか。さあ、この辺りのサブミッション攻撃いかがですか？そうですね、こういう攻めは後々生きてきますからね、要注意ですよ。そうですね、組みに行きます。逆に振り返した、ショルダースルーで投げてまいります。コーナーに登って、こうやって倒れることが弱く見られることもあるんですが、これは要するに衝撃を受け流しているわけですからね。ああ、受け身を取っているというわけですね。そうですね。ボディースラムで叩きつけます。ラフサッポーに転じます。ロックアップ、小包み固め、スモールパッケージ、ロープブレイクです。
蹴ってまいります。こういう技なんですが、次の日耳ずばらになるんですよね。そうですね。でもレスラーは逃げることを許されませんからね。ああ、足を抱えます。パンチで返します。組み合います。ロープに振った。組みに行きます。スモールパッケージで丸める。ここで休みたくないですね。そうですね、ここは仕掛けたいですね。行くのか。ロープに振ってタックルでぶちかまします。ストンピングを叩き込んでまいります。組み合います。サイドからヘッドロックの体勢に移行します。張ってまいります。ロックアップ返してまいります。起こします。キックを打っていきます。させません。蹴りを見舞ってまいります。足を取ります。テイクダウンを奪います。ドロップキックを見舞ってまいります。行くのか。あっと倒していった。抱き起こす。バーカタラッポ。ブレインバスター行くのか。ブレインバスターで叩きつける。引き起こす。デッドエンド。ぶっかりいた。フィニッシュに持ち込むのか。ドラゴン行くのか。エルボーで切り返す。今強烈でしたよ。骨がきしむ音すら聞こえてまいります。トップロープを奪う。トップロープからミサイルキック。そのまま耐え固め。ここが踏ん張りどこですね。そうですね、ここからは精神力の勝負ですよ。組み合った。コーナーに振った。10分経過、10ミニッツパース。トップロックから垂直に落としていった。立たせていく。ダルマ式のジャーマンスープレックス。カウント 2.89。 ガジェット組み合った。対角線に飛ばした。ナダル式のフィッシャーマンズバスター。あと逆に切り返した。ガードした。ウルネルソンの体勢。今危険な角度でしたよ。盲点粉砕か。カバーした。